せっかくデニスさんとコラボして熱海の巨大廃墟の心霊動画について、まあ、見たりしたので、せっかくなら今週はある先輩芸人さんから聞いた熱海の怪奇現象についてお話ししようかと思います。まあ、熱海っていうのは結構ロケだったりとかでよく使われるところで、まあ、温泉が特に有名なんですけれども、元から心霊スポットとしてロケに行かれることが結構多かったらしいんですね。結構テレビに出ているとある先輩芸人さんが熱海に心霊ロケに行ったそうなんです。それこそデニスさんの行った場所とは違うところですが、もっとボロボロの廃墟、もともと温泉旅館だったところに行ったそうなんです。普通に心霊スポットだということで入ってみて噂を聞いたところ、実はこの温泉旅館の中で焼身自殺をしてしまった人がいた。そしてそれがきっかけでその旅館はバーッと廃業になってしまって、今でもその時亡くなった例というのが中をうろ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 してるんだっていう噂があるということで、まあその温泉旅館に入ったそうなんですね。なんてことはないだろうと思って入っていったら、カメラが、音声が、照明がブツブツ途切れ、全然撮影が前に進まなかったらしいんです。その様子を見ていてアイドルの女の子、まあ、付き添いで行っていたアイドルの女の子もパニックになってしまって、さすがにその先輩芸人さん幽霊とか信じる方じゃないんですけど、これはおかしいなっていうことで結構焦り始めたらしいんです。いよいよ、まあある方が亡くなったそのお部屋に入るぞってなった時に、今まで異常を起こしていた機械が全て同時に止まったらしいんですね。ブツーンと同時に止まって、これはもう再開できませんということで、撤収だということで、結局その撮影はボツになってしまったらしいんです。まあ素材が何も残ってなかったんで、そうか、せっかくすごいのが撮れたのになーっていうことで、後から聞いた噂によると、何度言ってもその廃墟では撮影ができなかったそうなんです。今では取り壊しになってしまったその廃墟、まあ、元旅館、調べてみると旅館だった期間というのがものすごく短かったらしいんですね。そしてなんとその旅館、居抜きで買われた建物だったらしいんです。なんだそれということで、その先輩芸人さんも興味本位で調べていった結果、居抜きで買われたというところまでは分かったんですが、それ以前その建物がどういう経緯で使われていたのか、それは全く分からなかったらしいんです。そして旅館だった時に自殺した人には遺書が残されていて、その遺書には、みんなが迫ってくる、だから僕もそっちに行かなきゃいけないっていう風に書かれていたらしいんです。ちょっと危険かもしれませんが、デニスさんにいつかその廃墟に行ってほしいななんてちょっと思ったりもしました。